難しいピッチでの今日は試合前からピッチが、ね、コンディションが良くなかったのでなるべくリスクを犯さずに泥臭いサッカーになるかもしれないけど必ず勝ち点3持って帰ろうといった目的だゲームだったので勝ち点3取れて嬉しいです。2試合連続で2ゴール、まあ、得点してですね。いやもう本当遠望洋さんが素晴らしいですね。その本当見えてるしスマートだし本当なんか考えが大人だしなんていうかなチームのためにすごいベストの判断を下せる選手でキープもうまいし、まあ、僕も本当もっともっと見習わなきゃいけないところがあるなっていう感じるストライカーです。キャリアハイの今12ゴール到達しましたけど、まあ、残りまた連戦続けますけど目標とか、まあ、今まあ自分の点というよりはチームは本当にいい流れでおまけみたいなもんで取れてるのでこれ続けていけばチームとしても良くなるし僕ももっともっと良くなってると思うので慢心せずに一試合一試合を戦っていければいいなと思います。